ハンソロ、スター・ウォーズ・ストーリーは、2018年のアメリカの SF アクション映画。監督は、ロン・ハワードが務め、オールデニ・エア・エン・ライク、ウディ・ハレルソン、エミリア・クラーク、ドナルド・グローバー、タンディ・ニュートンが出演している。スター・ウォーズシリーズのスピンオフ作品、アンソロジーシリーズの第2作で、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望の10から13年前を舞台とする。 映画のテーマは、スペースウェスタンであり、過去のシリーズで、ハリソン・フォードが演じたアウトローな密輸強者、ハンソロの若かりし、コロが明らかになり、彼の愛機ミレニアム・ファルコンと、その所有者ランド・カルリジアン、相棒中爆カとの、初めての出会いが描かれる。惑星コレリアで、ギャングの下っ端として暮らす孤児のハント・キーラは、ハイパー燃料であるコアクシウムをワイロに使って、 コレリアを脱出しようと心を見るが、出国ゲートでキーラは捕まってしまう。ハンはパイロットになって、コレリアに戻り、キーラを救い出すことを誓った。パイロットになるため帝国組へ志願したハンに、長兵官は、家族のいない一匹狼ソロという名字を与えた。3年後、ハンは命令不服従で、帝国飛行学校を退学になり、惑星民番の飛行士団で一部票として、 泥沼の戦争に明け暮れていた。ふとしたことから、藩は上官のトバイアス・ベケット隊員たちが兵士に変装したギャングであることに気づく。藩は現在の境遇を抜け出すために自分も仲間に入れるようベケットたちを強括したが、逆に脱走兵だと告発されて牢屋に放り込まれてしまう。入れられた牢でウーキー族の中爆下にあったハンは、 片言のウーキー語で何とか、意思疎通し、中爆かと共謀して、脱走に成功する。脱出した二人を見たベケットは、ハントールを仲間に加え、惑星版ドアで、大量のコアクシウムを盗む手伝いをさせる。だがエンフィスネスと率いる、盗賊団、クラウドライバーズの妨害にあって、仲間たちを失った上、コアクシウム強奪に失敗してしまう。 ベッケットは巨大な犯罪真珠系とクリムゾンドーンのボスのドライデンボスの命令でコアクシウムを盗もうとしたと話す。任務失敗の弁明のためベケット、中ッカ、ハンはボスのヨットに赴き、ハンはボスの右腕となっていたキーラに再会する。ボスはコアクシウム横奪に失敗した3人を処刑しようとするが、ハンは惑星ケッセルから未生成のコアクシウムを盗む。 計画を提案し、それを認めたボスは、条件として3人に、キーラを同行させる。キーラは任務に必要な高速宇宙船を、調達するため一行、貨物船、ミルニアム・ファルコンを所有する、密輸協者ランド・カルリジアンのもとに連れて行く。ハンはファルコンをかけて、ランドにサバックの勝負を挑むが、ランドのイカ様に引っかかり負けてしまう。結局、キーラの交渉でランドは、 分け前と引き換えに強奪作戦に参加することになる。ランドと彼の相棒のドロイド L3 から37を加えた一行はファルコンに乗って、ケッセルへと向かう。ケッセルに到着した一行は VIP を装って、鉱山に侵入し、L3 の先導で鉱山のドロイドや労働者の大反乱を起こす。中ッカは、労働に従事させられるウーキーたちを見つけ混乱の中で解放するが、 彼らの誘いを断って、藩の元に戻る。混乱の中で、藩トールは、んとか、コアクシウムを確保するが、被弾したエさ3は甚大な損傷を負ってしまう。生成前の不安定なコアクシウムを乗せ帰路を急ぐ藩、トールだが、不安定な中域の中で、帝国軍の攻撃を受け追い詰められる。L3 をファルコンに接続することで、彼女の航路データを船と一体化させると、藩は、 中爆火と共にファルコンを巧みに操縦して、追撃を振り切り、わずか12%パーセクで、ケッセル中域を突破する。ファルコンは、損傷を受けながらもコアクシウムの爆発する前に、なんとか、生成施設のある惑星サバリーンに着陸する。コアクシウムを生成し、爆発の危険から逃れた、ハントオールダが、バンドアから追ってきた、エンフィスネストが彼らの前に立ちふさがり、 危険を感じたランドは一行を見捨てて、ファルコンで逃走してしまう。エンフィスネストは藩に自分たちが犯罪集団ではなく帝国と犯罪シンジケートに対抗する反乱軍であると語る。エンフィスネストに共感した藩は彼女に協力してボスに偽物のコアクシウムを渡そうと格索するが、藩を裏切ったベケットはこれをボスに密告する。 密告を受けたボスはエンフィスネストラクラウドライダースを殺そうと手下を送り込むがそれは藩の策略だった。待ち伏せしていたクラウドライダーズの逆襲でボスの手下は全滅し状況は一転する。状況の変化を見て取ったベケットはボスを裏切り中爆下を人質にしてコアクシウムを持ち去る。残された藩とボスは激しく戦うがキーラの裏切りによって ボスを倒すことに成功する。キーラは藩に愛を告げた者の組織を抜けることはできないと悟り、彼を守るため組織の本当の狩猟であるシスのダースモール教に藩のことを隠して報告する。ベケットにボスが殺されたというキーラの言葉を受けたモールはダソミアに会いに来るようキーラに命じる。先回りした藩はベケットを待ち受け、一瞬の早打ちでベケットに勝利する。 ベッケットは迷わず、引き金を引いた藩を称賛し、かつて仲間に語った故郷で、バラコードの弾き方を学びたいという夢が真実であった、ことを告げると生きたえる。キーラの乗ったヨットが去っていく様を見た藩は過去と、決別し、二人は、コアクシウムをエンフィスネストに渡す。エンフィスネストは彼に反乱軍への参加を誘うが、藩はそれを断り、そんな藩にエンフィスネストは、 選別として一瓶のコアクシウムを渡す。ハンとチューバッカは、ランドの元を訪れると、再びファルコンをかけたサバックの勝負を挑む、ランドのイカ様を逆手に取って勝利したハンは、見事ファルコンを手に入れる。念願の操縦席に座ったハンは、ベケットの言い残した、犯罪王が仕事を用意しているという惑星、タトゥイーンに向かうことを決め、ファルコンは、ハイパースペースへとジャンプする。 カッコ内は日本語吹き替え2013年2月、ウォルト・ディズニー・カンパニー CEO のロバート・エイ・アイガーは日本のスター・ウォーズシリーズ外伝映画の制作を確認し、それぞれローレンス・カスダンとサイモン・キンバーグに脚本の執筆を依頼した。それから間もなく、ディズニーがハンソロとボバ・ヘッドを題材にした映画を2作企画しているという情報が流れた。ディズニー CFO のジェームズ・ラズロは、 この2作品をオリジンストーリーと表現している。2015年4月にルーカスフィルムとキャスリーン・ケネディはスピンオフ2作品の名称がアンソロジーシリーズになることを発表した。同年7月、ルーカスフィルムはアンソロジーシリーズの題材について、ハンソロがどのように密輸業を営み、オビワン・ケノービとルーク・スカイ・ウォーカーが出会った悪党になったのかを描くと述べ、 2018年5月25日公開を予定していることを発表した。映画の時代設定について、ローレンス・カスダンは新たなる希望の10年前か、それよりも少し早い時期と述べている。ケネディ、アリソン・シェアマー、サイモン・エマニュエル、ジェイソン・マクガトリンは制作として参加し、この他に脚本として、ローレンス・カスダンとジョナサン・カスダン、監督として、 レゴムービーなどのフィルロードクリス・ミラーが参加。当初、監督にはジョシュ・トランクが起用されていたが、彼はルーカス・フィルムとの交渉の末に交番している。中ッカも映画に登場することが発表され、2016年5月にはローレンス・カスダンが2017年1月に撮影が開始されることを発表した。2017年6月23日に、 ロン・ハワードが新しく監督を務めることが発表され、10月17日にはタイトルがソロ・ A ・スター・ウォーズ・ストーリーとなることが発表された。音楽はジョン・パウエルが担当するが、メインテーマのみ、ジョン・ウィリアムズが参加している。制作費は、スター・ウォーズ・フォースの覚醒を超える2億5000万ドル以上だと報じられた。2016年1月、半ソロの俳優候補として、 マイルズ・テラー、アンセル・エル・ゴート、デイブ・フランコ、ジャック・レーナー、スコット・イー・ストウッド、ローガン・ラーマン、エモリー・コーエン、ブレイク・ジェンナーの名前が挙がった。同年3月に候補者リストの上位に、オールデニ・エア・エン・ライク、レーナー、タロン・エジャトンがいることが報告され、5月にエア・エン・ライクがハンソロ役に選ばれたことが確認され、 2ヶ月後に開催された、スター・ウォーズ・セレブレーション・ヨーロッパ3で発表された。ミラーは、エア・エン・ライクについて、3000人以上の選考によって、選ばれた俳優と述べ、キャスティングの困難さでは、史上空前の一つだったとした。ヒロイン役には、テスタ・トンプソン、ナオミ・スコット、ゾーイ・クラビッツ、エミリア・クラーク、カーシー・クレモンス、ジェシカ・ヘンウィック、エイドリア・アージョナが候補に上がっており、 ランド役にはドナルド・グローバーが検討されていた。まもなく、グローバーは正式にカルリジアン役に起用され、ヒロイン役にはクラークが選ばれた。2017年1月上旬、ウディ・ハレルソンがハンソロの主役として出演交渉中であることが報じられ、まもなく出演が決まったことが確認された。彼の演じる役については、レジェンズに登場するハンソロの育ての親、 ギャリス・シュライクだという憶測が流れた。しかし、2017年3月にハレルソンは演じる、役の名前が、トバヤス・ベケットであると公表した。2017年3月、フィービー・ウォーラーイコール・ブリッジが起用されたことが、判明し、役柄は、ローグ・ワン、スター・ウォーズ・ストーリーで、アラン・テュディックが演じた、K、K-2SO のような CG キャラクターになると、発表された。また、 タンディ・ニュートンが出演交渉中であることも判明した。二人の起用は2月末までに決定し、中爆火役にはピーター・メイヒューから役を引き継いだヨーナス・ソータモが起用された。3月上旬にマイケル・ケネス・ウィリアムズが出演交渉に入り、半人半獣のクリーチャー役として出演することが決定した。7月末にはワーウィック・デイビスが出演することが確認された。 2017年1月30日、スター・ウォーズ・レッド・カップの課題が付けられた本作の撮影が、パインウッド・スタジオで開始された。ルーカス・フィルムからは、2月20日から主要撮影が開始されると発表があり、撮影監督として、ブラッドフォード・ヤングが参加している。5月から、カナリア諸島で撮影が始まり、同時に編集担当が、クリス・ディケンズから、ピエトロ・スカリアに交代した。 撮影終盤の2017年6月20日、ルーカスフィルムは、創作面での意見の相違により、ロードとミラーが監督を交板したことを発表し、公認の監督については、すぐに発表されるとコメントした。なお、二人の名は、制作葬式としてクレジットされる。公認の監督には、ロン・ハワードとジョージョン・ストンが候補に上がり、他に、 ローレンス・カスダンが監督を兼任するという憶測もあった。しかし、同じ撮影チーム内で監督を交代することを禁止するという規則を全米監督協会が定めているため、彼が監督に就任する可能性は低いとされた。2日後には、ハワードが監督として残りの撮影を引き継ぐことが確認された。ハワードは監督を務めることについて、スター・ウォーズ・ユニバースに 私の声を加えてもらえることに感謝しています。これまでになされた素晴らしい仕事に敬意を払うとともに期待通りの半ソロ映画を完成させるお手伝いができればと思いますとコメントしている。ハワードは6月26日から撮影に参加する予定となっており、その間にウィリアムズはレッドシーダイビングリポートの撮影でアフリカに行ってしまい再撮影に参加できなくなってしまう。 ウィリアムズは再撮影を希望していたが、同作の撮影の都合で11月下旬までアフリカを離れることができず、本作の公開予定日に支障が出ることから役を降板した。公認としてポール・ベトニーが出演することになったが、役柄は半人半獣のクリーチャーから人間に変更された。ロン・ハワードはフィル・ロード・クリス・ミラーが撮影した。 分の85%を取り直し、WSJ によれば、全体の70%を新たに撮影したとのこと。ハワードは、オリジナル3部作の精神への回帰、フィルロードクリス・ミラーは、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー的新しさを目指していた模様。ロッテントマトズでは評論家スコアは72%で、観客スコアでは63%となった。全米工業収入は、 公開3日間で8330万ドルとなり、ディズニーが予測していた1億3000万から1億5000万ドルを大幅に下回る結果となった。公衆の不調は、ウォルト・ディズニー社の米株式市場の反落に影響した。不調の原因として、スター・ウォーズ、最後のジェダイ公開から5ヶ月しか経っていないこと、最後のジェダイの作風への反発、 相次ぐスターウォーズに対するブランド疲れなどが指摘されている。ディズニーの配給責任者を務めるデイブ・ホリスは、ザ・ハリウッドリポーターに対し、この結果を理解するためには、やらなければいけないことがたくさんありますとコメントした。ありがとうございます。